はい、どうもオリオンです。今回の雑学はこちら。はい、缶詰の食べ頃ですね。缶詰はですね、7年も8年も長持ちして開けて食べることができるんですが、味は今一つなんです。じゃあ日が新しい缶詰は美味しいのかと言うと、そうでもない。材料と調味料を入れた缶を高圧高温で殺菌しているので、製造直後の缶詰はよく曲がってなかったりするんですね。例えば、マグロの缶詰はマグロと調味油がよく馴染むの、ですね、1年後ですね。はい、1年後で6年ぐらいはですね、美味しく食べられるんです。それとですね、魚介類などの味付け缶はほぼ全てこの時期が食べ頃なんです。そしてですね、果物は半年から4年の間、そして野菜が半年から3年の間、はい、ということです。はい。